清美は、みかんかみかん族の常緑を高きで、柑橘類の一種である。う州みかんと外国産のとろびたオレンジを交配させたもので、日本で育成、公表された最初の単ゴールである。品種名の清見は、育成地にある清見方、清見寺に由来する。ところによっては、清見タンゴールと呼ばれることもある。果実の所得性はおおむねう州みかんと。 スイートオレンジの中間である。形は平た休憩で平均 200g 程度。下皮は濃大大色で肉質は柔らかく、また果汁は多い。皮を剥くのは温州みかんよりやや難しい。果汁の糖度は11度から12度でそれほど高くないが、成熟期のクエン酸含有量は1%程度でオレンジの香りがして食味は良好である。主産地は 愛媛県、和歌山県、佐賀県、広島県、成熟期は3月である。受胎の体幹性は強い方で、海洋病にはかなり強く、草加病にも抵抗性を有する。ビタミン C が多く、ビタミン A、E も含み、また、食物繊維も豊富である。抗酸化作用、発がん抑制作用などがあるとされる食物。 機能性成分のベータクリプトキサンチンを多く含むことも明らかになっている。日本における組織的な柑橘育種は1937年に静岡市清水区沖津にある農研機構で開始され、第二次大戦後さらに活発に行われた。柑橘育種を進める上での障害として、箸から初めて開花するまでの期間が長いこと、多廃性の品種が多く、 種子親に使用した場合に雑種獲得率が低いこと、処刑室の遺伝様式の解明が難しいことなどがあり、効率的な育種が困難であった。そこで育種手法としては、交雑育種とともに、雲州みかんをはじめとする多廃性岩槌の魂、廃味症に現れる変異の選抜が行われた。交雑育種では、特に雲州みかんの持つ、 栽培のしやすさや食べやすさにスイートオレンジの香りを合わせ持つタンゴール、並びに、クレープフルーツや、分担類の大火星と肉質を兼ね備えたタンゼロの、育成と、夏みかん、発作、イオカン、ヒューガ夏等の中性、万世柑橘を親に用いた、中性、万世の新品種育成を狙いとした後輩が多数、行われた。初期の交雑育種からは、清 スイートスプリング等が育成され、多摩魂ハイミショーの選抜からは、う州しカンのおきつわせ、ミホわセ等が育成された。清美は1949年にタンゴールの育成を目標として、ワセう州の代表的な品種、宮川ワセに、スイートオレンジの中では、比較的早熟のとろびたオレンジの花粉を交配し育成した品種であり、宮川ワセを主子親に用いたのは、 文集みかんの改良を目的としてたマシンハイミショーの育成を兼ねたためであった。1974年から12件の公設試験、研究機関で、系統適応性検定試験及び大病性についての特性検定試験が実施された結果、優れたタンゴールであると認められ、1979年に清見と命名、タンゴールの林り1号として登録された。日本で育成、 公表された最初の単ゴールであり、その後輩から命名登録までには実に31年間を要した。これほどの長期間を要したのは、広域の普及性について検討が続けられたためであった。清見の品種名は、育成地の近くに清見寺があり、その前面の海岸は清見方と呼ばれる名称であることにちなんだものである。日本における収穫量は、 2005年が2778トン、2010年が17692トンであり、その内訳は愛媛県45%、和歌山県32%、佐賀県、広島県がそれぞれ5%である。主に愛媛県で生産される清見の枝代わり、下比は黄色。清見よりも糖度が高く酸が低いので、爽やかな味わいとなる。清見は、 有性不燃性を持っており、また柑橘類の中で数少ない単配性であるため、雑種の獲得が容易であり、命名登録前の1960年代後半から育種親として多用されていた。清見を育種浸透とする品種には以下のものがある。ありがとうございます。